子供の頃から違和感があった。勝利や賞賛、威風も、学園で大金を稼いだ時だって何一つ私を心から喜ばせたものはなかった。さて、あなたの負け分3億円だけれど、支払いの当てはあるのかしら？は、あるわけねえだろ、そんなもん。やっぱギャンブルなんてクソつまんねえな。借金なんざいくらあっても痛くも痒くもねえしよ。なるほど、その恐れ知らずがあなたのギャンブルの強さなのね。あなたのような人にはお金というよりその人生で支払ってもらいたいところだけれど、あなたはあまり男好きするタイプではないわね。人生計画には向いてないかしら。そうだ。ん？裏側、月の裏側って見たことある？は？もちろんないわよね。画像ならあるけれど、私がこの目で見たことはない。みんなで私を騙しているだけで、もしかしたら本当に宇宙人の基地があるのかも、なんてバカな妄想も完全には否定できない。何の話？考えてみれば私、眼球の裏側って見たことがない。あなたの左目を3億で買うわ。目の裏側はどんな色をしているの？神経はどこでどんな風につながっているの？匂いは血は出るの？知りたいのよ、知識ではなく経験として。こいつ私を人間として見ていない。摘出手術は明日にしましょう。授業もあることだし放課後でいいわ。てめえイカれてるよ、このド変態が。会長！自分で自分の目をえぐる様子は見たことがなかったわ。大して面白いものではなかったわね。お疲れ様、帰っていいわ。てめえ、私は目をえぐったんだぞ。お前が言ったことだろ、もっと喜べよ。ええ、だから満足してるわよ。ご苦労様。よくわかったぜ。痛み、この痛みこそが本当のギャンブル。会長、もう一回だ。もう一回ギャンブルしようぜ。もう金はないんでしょ？見るべきものは見せてもらったし、やる義理もなければ意味もないわ。目ん玉はもう一個あんだろ。3億かけてもう一回ギャンブルだ。ミダリ、あなた生徒会に入りなさい。興味ねえよ、んなことよりギャンブルを。生徒会に入ればいずれ殺してあげるわ。